ホメオパシーで使われる成分が入っている、陽気ホメオパシーの成分を扱う、薬剤店ホメオパシーとは、その病気や症状を起こしうる薬を使って、その病気や症状を治すことができるという原理のもと、1796年にザムエル・ハーネマンが提唱した。また、ホメオパティとドイツ語風に呼ばれることもある。ホメオパシーの理論、効果については、現代医学の研究結果で、 プラセボ効果以上の効果はないとされている。用いられる薬のレメディは現代医学の検知からはただの砂糖玉に過ぎず、それ自体に害はない。しかし本来は適切な医療行為を受けるべき人が代わりにホメオパシーを使うことで死亡事故などが引き起こされることがある。日本では2009年に新生児に与えるべきとされるビタミン系シロップの代わりに 助産師がこの療法を用いて、新生児が死亡した事件がある。日本学術会議が2010年8月24日、ホメオパシーの効果について、全面否定し、医療従事者が治療法に用いないよう求める会長談話を発表し、日本助産師会や日本医学会などが賛同の意を表明している。世界的に見ても効果がないとして、公的保険の対象ではなくなっているが、インド、 南米等の国では医学として扱われている地域もある。ホメオパシーで用いる成分が入っていた古い容器。EN、ポアゾンアイビーが入っていたもの。ホメオパシーという語は1796年、ドイツのイシハーネマンによって初めて用いられた。シミリア・サミーラ・ブース・キューリー・インター、同種のものが、同種のものを直すは、ホメオパシーの原理とされる。 当時マラリアを治療するのに広く使われていたキニーネを自ら大量投与したところ、マラリアと同じような症状を引き起こしたと主張しすべての病気はその症状に似た状態を健康な人の体にもたらす薬によって治療することが最善であるという結論を導いた。ドイツ、バーゼルにある医薬品歴史館に展示されているホメオパシーで使う成分が入った容器が整然と並べられた箱。 ナチスドイツ時代には、ホメオパシーは新ドイツ医学の一角をなすものとして、期待され、総統アドルフ・ヒトラーにより交流された。1937年には副総統、ルドルフ・ヘス、新英隊長官ハインリヒ・ヒムラーらも出席して、ベルリンで、第一回国際ホメオパシー学会が開かれた。ヘスの保護のもと、ホメオパシーを行う、素人医師には治療師の資格が認められた。 しかし、その後の研究で、いくらデータを集めても、偽薬効果としか出ず、ダッハウのユダヤ人強制収容所で行われた、マラリアや、排血症の人体実験でも排血症患者はすべて死んでしまった。このためホメオパシーへの関心は、下火となった。当時のデータはドイツが敗戦したため、書類庫の片隅に、渦漏れ、最近まで顧みられることはなかった。戦後ドイツでは、 ホメオパシーの治療師は科学に敵対するモグリー社として攻撃されたが代替医療としてかなり普及し人気を博した。レメディの元となる希釈物ホメオパシーで用いられる薬はハーネーマン自身はアーツナイミトルと著書で呼ぶが日本や英語圏では一般的にレメディと呼ぶのが慣習となっている。レメディは様々な物質から作られる。 制約過程では希釈と浸透を繰り返す。希釈はホメオパシー希釈ともいい、その度合いはポテンシーという単位で表される。例えば 6C というポテンシーは1006分の1で 12X と等しい。ハーゲマンの理論を踏襲した現代のホメオパシーはある病状を引き起こす成分をそのままでは有毒であるので水によって 極めて高度に希釈浸透したものを砂糖に染み込ませる。希釈浸透の度合いは様々であり、10倍希釈浸透を9回、繰り返したものを 9X、100倍希釈浸透を200回、繰り返したものを 200C などと表現する。最もよく用いられるのは 30C、すなわち1万3 0イコール1060倍に浸透しつつ薄めたものである。これが、いわゆるレメディである。 希釈浸透の度合いは、通常の科学的常識に反し、繰り返して薄めたものほど効くと肯定者は主張する。あまりにも薄めてあるため、いわゆるアボンガドロ数程度を基準として、原成分は一分子も残っていない可能性が高く、科学的にはそれは、ただの砂糖玉であり、ホメオパスたちもそれを否定していない。レメディの元になる、原成分としては、各種の薬草、鉱物などが多いが、 病人の臓器や体液などを成分にしたものもあり、それらをの騒動という。レメディは、すでに現れている症状の治療目的に使われることもあるが、本格的な治療にあたっては、表面に現れた症状よりも、その病気を引き起こした根本的な原因を治療しようとする。このために、レメディの服用にあたっては、ホメオパスと呼ばれるホメオパシー治療を専門に行う。 物の,の処方による、ホメオパスになるためには、数年の訓練が必要とされ、そのための専門のスクールも存在する。ただし、日本のホメオパシースクールは、修学期間が4年と命打たれていても、実際には週末のみしか授業を行わない、自宅学習の日数が含まれる、当受診的な授業時間が短い場合も多々ある。このように、レメディの元となる。 薬効成分は多くの場合極めて高度に希釈浸透されており、元となる物質は一分子も含まれていないが、そこには元となる物質のオーラや波動、パターン、あるいは水の記憶が染み込んでいて、一分子も含まれていない毒物のパターンや波動に対する体の抵抗力を引き出すことにより、自己治癒力などが高まるとする。ホメオパシーのレメディが効くかどうかは、 波長が合うか合わないかで決まるので、本質的には必要な波の影響しか受けない。それゆえホメオパシーのレメディは必要な時にしか効かず、健康体の人にレメディを処方しても何の効果もない。ある病気の人に適切なレメディを処方した時のみに効果がある。このため副作用のない裁量の療法であるとされる。ただ、希釈浸透濃度を変えずに毎日多量のレメディを 飲み続けると危険で重大な影響が起こるとハーネマンは注意している。またレメリは同時に一種類しか使用してはいけないとハーネマンはオルガノンの273段落で主張している。ホメオパスは人が健康なら体も健康という基本的な考えのもとに働きかけ、心理的、感情的、精神的な状態に適合したレメリを処方する。このため、 ホメオパスとのセッションでは十分な時間をかけ患者の心理的、精神的な状態や成長の過程、特に過去の大きな問題についてのインタビューが持たれる。そうして基本的な人のタイプを見て現在の問題を判断し、レメディが処方される。ホメオパシーの有効性を立証したと主張する論文が何度か発表されてきており、その度に議論になったが、いずれも 対象群の設定や、母集団の数、主観の入りにくい、調査の実施などが不十分とされ信頼性は低い。医学専門誌、ランセット2005年8月号に、ホメオパシーに関する臨床検討の論文110法を、メタ解析した調査が報告され、ここでもホメオパシーの効果は、偽薬と同等であると、結論されている。このような証明のため、 一般の医学の解釈としてはホメオパシーには有効性がないと結論付けられる。そこでホメオパシー支持者側はしばしばホメオパシーに偽薬効果があることを主張している。偽薬効果というものは全くのゼロではない。E.N. フィリップ・スティーブンス・ジュニアはホメオパシーを含む代替療法は類感受術と感染受術に基づいていると指摘した。 2001年の調査で0.3%である。2000年代以降、タレント、著名人が自身のホメオパシーの利用に言及するケースも多く見られるようになった。また、ファッション誌や生活情報誌で取り上げられたり、オーガニックを売りにした専門店などで販売されてもいる。2000年代に様々な国内団体が発足をしたことから利用率は、 増加傾向にあると推測される。一方で、ホメオパシー利用とそれに伴う現代医療拒否による医療事故も頻発し、複数の科学、学術団体が注意喚起の声明を出すに至った。助産院での使用されたケースがかつてはあった。2010年時点の日本助産師会の調査では、1割弱の助産院がホメオパシーを導入していた。 琉球大学医学部保健学科でも2004年からホメオパシーが必修科目として教えられていたが講述する山口新生児ビタミン形血防性、出血症死亡事故をきっかけに2010年に取りやめられた。2010年に新生児に与えるべきとされるビタミン K2 シロップの代わりにホメオパシーのレメディを与えたことで起きた山口新生児ビタミン形血防性。 出血症死亡事故の事故を受け、ホメオパシーに対して様々な学術団体などが否定的な宣言を行っている。日本学術会議は2010年8月24日にホメオパシーに科学的根拠がないとの声明を出し、日本助産司会でも2010年8月26日に日本学術会議の声明に全面的に同意するとして、ホメオパシーを医療に変わる方法として、 助産師が助産業務として使用したり、進めたりしないこととする見解を出している。日本では公的保険の対象にはなっていない。ホメオパシーを取り扱う大学は過去に存在した。2016年3月に廃校した機微、国際大学短期大学部、専攻科メディカルビューティー専攻はホメオパシーに関する科目を開校しており、2011年度は疑似科学と言われる王。 リングテストとホメオパシーを扱う、代替医療で3単位を設定していた。ユイ・トラコが2008年12月1日に、一般財団法人日本ホメオパシー財団を設立した。ユイの関連組織は、日本ホメオパシー医学協会、ホメオパシー用品販売会社の、株式会社ホメオパシージャパン、ホメオパシー関連書籍を扱う、ホメオパシー出版株式会社。 ホメオパシー統合医療専門校、ユイトラコは患者の心の中にあるインナーチャイルドをホメオパシーで癒すという独自の民間精神療法を提唱しており、多くの病気の原因がインナーチャイルドであるとしている。また、ホメオパシージャパン系では、ハーブ療法、ハーブチンキ、ヨハンゴットフリート・ラーデマッハーの臓器療法、エドワード・バッチが提唱した花の露を利用するバッチフラワー。 塩を使うシュスラーの生命組織事を両方、近世以前のヨーロッパに見られた錬金術、人間の病気は天体の影響を受けていると考える西洋の医療先生術、東洋医学も併用されている。2012年1月28日、J ・キャストニュースが伝えたところによると、ホメオパシージャパンがクレジットカード会社の JCB に加盟店契約を解除された。 JCB 側は常識から考えてホメオパシーは効果がある健康食品とは思えないむしろ消費者に心配を与える可能性を感じる日本において社会的認知がないことが問題と感じているとホメオパシージャパンに伝えたとされホメオパシージャパン側はこれは事実を歪曲して一部マスコミが報道した誹謗中傷情報を調査もせずにうのみにし それを理由にして、クレジットカード決済サービスを一方的に中止したものであり、全く不当なものと考えており、断固抗議しますとの声明を発表している。日本ホメオパシー医学協会は、著書でインフルエンザに対するそのワクチンの有効性について疑義を唱える一方で、朝日新聞の取材に対して、ホメオパシーは、がん治療にも有効であると宣言している。また、 日野原重明、井村博監修、看護のための最新医学講座33巻では、ユイトラコがホメオパシーの項目を執筆している。2010年のハイチ自身に際し、日本ホメオパシー医学協会が支援する団体が、現地入りし、2000人を超える人数をホメオパシーにより治療したと、広報された。日本ホメオパシー振興会は2002年に任意団体として設立された。 同会認定のホメオパス教育機関が、ハーネマンアカデミー・オブ・ホメオパシーである。会長の長松正太は、ユイ・トラコの元共同経営者であり、この両人はしばしばホメオパシー講座でもカルマロンに言及している。日本ホメオパシー医学会は2004年に任意団体として設立された。上記に団体と異なり医師のための団体で、ホメオパスの教育機関を持たないが、その代わりに、 医師向けに研修と認定医師研を行っている。理事長の帯光良一は代替療法の研究者で1990年頃からホメオパシーを始めている。日本ホメオパシー医学協会はレメデーは医薬品ではなく食品であると主張しており、レメデーが効能、効果を持つ医薬品であると疑われた場合や、あたかも医薬品であり、効能、 効果があるという誤認を招く表現とともに、販売された場合は、それぞれ医薬品医療機器等法に抵触する可能性が高い。2010年8月東京都は、株式会社ホメオパシージャパンが特定の病気に効果がある、などと誤解を与える表記について、薬事法違反の疑いがあるとして立ち入り検査を行い、同社に対し食法行為を行わないよう、改善命令を出した。 予防接種の否定は神秘思想か、ルドルフ・シュタイナーの人知医学にも見られ、シュタイナーはホメオパシーの影響を受けていた。赤月診療所のホメオパスは、ホメオパシー治療をしている人が病院に行くとショック死することがあると教えていたと指摘されている。ホメオパシージャパン系は、反精神医学の宗教団体サイエントロジーが設立した市民の人権擁護の会の関係者に、 たびたび講演を依頼している、神戸大学大学院教授の岩田健太郎は、エドワード・ジェンナーが天然痘ワクチンという医学史上に、残る業績を上げた際、使用された初期に、接種すると牛になるなどデマが流れたが、ユイトラコの、それでもあなたは、新型インフルエンザワクチンを打ちますかに見られるような言説に、当時のデマが残っていると述べている。日本学術会議、日本医師会、 日本薬剤師会、日本司会師会などが2010年にホメオパシーの有効性を否定する声明を出している。また2010年時点で1割弱の助産師がホメオパシーを使っていたとされる日本助産師会も日本学術会議の声明に全面的に同意し、以降はホメオパシーを助産業務として使わないように指導している。2010年8月24日。 日本学術会議はホメオパシーに関する会長談話を発表した。声明で会長の金沢一郎は、と指摘。科学的根拠は明確に否定されており、医療関係者が治療に用いることは現に慎むべき行為であり、多くの方にぜひご理解いただきたい。とした。また、副会長と僕英明も十分理解した上で、 個人的に使うことは自由だが、科学的に全否定されているものを医療従事者が使うことは、通常医療を遠ざけることに、つながり危険。日本学術会議として、ホメオパシーは効かないというメッセージを伝えることが重要と考えたと説明した。この学術会議会長談話を受け、翌8月25日、日本医師会会長の原中克幸と、 日本医学会会長の高く文丸が連署の上、会見を行い、ホメオパシーへの対応について、日本学術会議の声明を支持し、全面賛同する胸の見解を示し、ホメオパシーに対して国民への注意喚起を行った。この会見の中で現中は、ホメオパシーについては、最近いろいろな問題が起きており、 信仰宗教のように広がりを見せた場合、大きな問題になることへの危機感があった。国民への注意喚起の意味もあり、本日は会見を行うこととしたと発言した。同じく、日本学術会議会長談話を受け、8月26日日本、薬剤師会会長小玉校が、日本学術会議会長談話に全面的に賛同する胸の記者会見を行った。 この中で、児玉は、科学的にエビデンスが証明されていない、医療類似行為を医療従事者が行うことは、患者の適切な医療を受ける機会を損ない、病状の悪化を将来し、時として死に至らしめる可能性も否定できない、医療に携わる者として、安易にこうした行為を行うことは現に慎むべきで、ある、薬剤師の立場から、効能、効果が、科学的に確認されていない、 医薬品類似物が医療現場で使用されることは入手手段の遺憾に関わらず極めて重大な問題であると医療専門職の薬剤師として医療現場にホメオパシーが入り込むことが危険であると表明した。日本司会司会も日本司会学会と共同で8月26日に日本学術会議会長談話に全面的に賛同する胸の声明を出しており、 三種会すべて日本学術会議会長談話に全面的支持を表明したこととなった。2014年3月には日本医師会の国民生活安全対策委員会が医療ネグレクトを生じさせ適切な受療機会を奪う問題があるとホメオパシーなどについて注意を促す2年間にわたり議論した結果をまとめた報告書を発表した。各ホメオパシー団体は 一様に反発の態度を示しており、信奉者の中でも光、島隆などが反発の意思を公言している。ただし、日本ホメオパシー医学会のみは、ホメオパシーの手術者はあくまで医師が行うべきとの立場であるため学術会議の声明を誤解としつつも助産師による手術には、厳しい批判も行っている。山口新生児ビタミン軽血防性。 出血症死亡事故赤月療術所における死亡事故2010年、国立市在住の43歳女性が、通っていたホメオパシー療術所、赤月療術所所属のホメオパスの助言により、体調の悪化にもかかわらず、病院へ行かなかったため手遅れの悪性リンパ腫で死亡する事件が発生している。この件は、刑事事件としては立件されなかったものの、 死亡した女性と信仰のあった東山都市、カンバーランド長老キリスト教会恵み教会、荒瀬巻彦牧師が先頭に立ち、暁問題を憂慮する会を結成した。沖縄名護市における、養護教諭による、レメディ投与また2006年から2010年にかけて、沖縄県名護市の公立中学校の養護教諭が、保護者や校長、行為の了解を得ずにレメディを、 保健室で作成し、頭痛等を訴えて、保健室に来た生徒に、普通の薬はいけないと言いながら渡していたことも発覚した。一部のタレントや著名人が、自身のブログや女性向けの雑誌記事、女性向けポータルサイトなどで、ホメオパシーを肯定的に紹介していた。医学会などの公的な見解以外を挙げる。先進国では、 その科学的根拠の無差が指摘されて、医療、科学の現場からは排除されているが、インドや南米の貧困国など一部で医学として認知されている地域も存在する。イギリスでは代替医療として公的保険の対象となった時期もあり、日本のホメオパシー団体は、イギリスではホメオパシーが保険適用されているという言い分を用いていた。 しかし、議会がホメオパシーを、プラセボ以上の効果はなく、公的保険の対象とするべきではないと結論づけ、2017年に公的な保障は打ち切られた。米メリーランド大学教授のロバート・エル・パーク等、その有効性について真っ向から反論するものも、科学界には少なくない。ホメオパシー理論と思われる、水の記憶の研究発表をした科学者のジャック。 ベンベニストには人々を笑わせ、そして考えさせてくれる研究に与えられるノーベル賞のパロディであるイグノーベル賞が2度送られている。そのどちらの研究も反証実験が行われており、結果は否定されている。病気の予防効果がないにもかかわらず予防薬として用いることが問題となっており、実際にマラリアに罹患するなどの被害が出ている。この件では、 王立ロンドンホメオパシー病院理事で、エリザベス二世女王の主治医であるペーター・フィッシャーですらも、マラリア予防にホメオパシーを用いることを非難している。欧州科学アカデミー諮問委員会は、2017年9月20日、ホメオパシーを否定する声明を発表した。NHS は、プラセボ以上の効果がないとして、資金提供を中止しているが、代替医療としての人気は高い。 2007年の市場規模は推定で3800万ポンドだった。2000年頃より英国内6つの大学で理学士の学位を提供し始めているものの、いくつかの大学では教材の開示を拒否しており、セントラル・ランカシア大学とサルフォード大学ではホメオパシーの授業内容を公開することを拒否している。これらの大学は主に職業訓練を行ってきた学校が 政府の機械均等法人によって大学の資格を与えられた教育機関が多い。これはホメオパシーに不当な科学的信用性を与えるとして懸念する科学者もいる。英国でこれほど流星している要因として2006年に導入された法改正が指摘される。同期制でホメオパシーに対する科学的義務がなくなったため、 科学的根拠のないホメオパシーレメディに対する規制を行うことができなくなっている。ロンドン大学ユニバーシティカレッジの薬理学者、デビッド・カホーンは、大学がホメオパシーについて科学の学位を授けることは、科学ではなくて、反科学であると批判している。英国王室内でもホメオパシーは、古くから利用されており、チャールズ皇太子は熱心なホメオパシー利用者である。 しかし彼の主張は、東洋医学、薬草医療、マッサージ、芸術など様々な代替医療を国民に医療サービスに組み込むことで、ホメオパシーのみを意図したものではない。一方で、彼の言動は、非科学的であるという批判もある。また、マラリア予防、HIV 治療などをホメオパシーに頼ることで、生命の危険にさらされる人が現れるなど、社会問題化している。 このような流れの中で一部病院運営団体はホメオパシー治療の保険適用を拒否するなど国民保険サービス基金の保険適用でのホメオパシー治療は保障されなくなりつつある。2010年2月22日イギリスの庶民員科学技術委員会がプラセボと同程度の価値しかなく国家が NHS とするに値しないと結論付け保険適用は 国ではなく地元の NHS と医師の判断に委ねられた。2017年に NHS はプラセボ以上の効果がないホメオパシーに NHS の貴重な資金を使うことは無駄であると判断し、イギリスにおいて公的保険サービスがホメオパシーを扱うことを禁止した。同科学技術委員会ではまたホメオパシーレメディを販売する英国大手薬局チェーン店、 ブーツのコンプライアンス責任者が、効くと信じている消費者からの需要があるから、売っているだけで、効能に対する、科学的証拠は、持っていない。と証言した。オーストラリアの国立健康医学研究審議会は2014年の4月に、ホメオパティには、病気を治療するのに効果があるとする信頼すべき、証拠はなかったとする答申を出した。NHMRC ドラフトインフォメーションペーパー。 Evidence on the effectiveness of homeopathy for treating health conditions April 2014 overall finding NHMRC concludes that the assessment of the evidence from research in humans does not show that homeopathy is effective for treating the range of health conditions considered NHMRC は過去に 世界中で公開されたホメオパシーに関する論文の別1800を調査し、内科学的かつ学術的な定裁を保っている225について精査した。その結果、レメディの摂取によって治癒効果が見られたとされる報告は、砂糖のみを用いた場合と比較して差異がなかったとして、NHMRC の委員長を務めるシドニー大学のワーウィック・アンダーソ教授は、 ホメオパシー療法を選択している人々は、科学、医学的治療を拒否もしくは遅延させることで、自身の健康を危険にさらしている。慢性的、もしくは深刻な病状の場合、ホメオパシーを用いるべきではないと結論付けた。ドイツでは、過去に特殊な治療の形態として認識された時期もあったが、2004年より、ホメオパシー治療はいくつかの例外を除き公的な、 健康保険では保障されなくなった。またホメオパシーは大学教育で医学のトピックの一部としてドイツ民間療法のフィトセラピー、人知学医学などと並んで取り扱われるだけで科学の一科目にはなっていない。ホメオパシーのレメディは医薬品とみなされている。薬局以外での販売は禁止されている。2008年までは 公的健康保険でも医学カウンセリングとして、ホメオパシー受診時の長時間のカウンセリングに対して、心理療法並みの保険点数が支払われたため、うまみがあったが、2008年春以降は一部を除き、時間数はカウントされなくなった。薬剤については、統合医療の枠内でも12歳以上の患者は、自腹で支払わなくてはならない。私的健康保険では相変わらず、 保険対象としているところも多い。スイスでは過去医者に処方された場合に限りホメオパシー治療は公的な健康保険システムで保障されていた。しかし、ベルン大学のグループにより医学専門誌ランセットの2005年8月号にホメオパシーに関する臨床検討の論文110法をメタ解析した調査が報告されホメオパシーの効果は プラセボと同等であると結論付けられた。および5年間の試験期間を経てもホメオパシー治療の効果が認められないとして、ホメオパシーの効果は否定され、2005年より公的な健康保険システムの保障外となった。ただし、民間の一部の健康保険では未だホメオパシー治療を保障するものも存在している。 2009年の国民投票で保管代替医療の保険適用案が指示されたのを受け2016年3月にホメオパシーや伝統中国医学など一部の保管代替医療に対して健康保険の分野で従来医療と同等の扱いを認めることが決定された国立衛生研究所の一部門である国立保管代替医療センターにおいては ホメオパシーの有効性については疑問視されており、健康食品と同等の扱いとなっている。連邦取引委員会は2016年11月15日に、オーバーザカウンターホメオパシックドラッグスに対し、他の一般用医薬品によると、アーユルベーダ製品25種、ホメオパシー製品5種、その他の製品16種から、副人皮質ホルモンが検出されたこともある。 HIV に対する奇跡のホメオパシー治療薬の代金にするため、自分のトラクターを15万ルーピーで売ったが、結局何の効果もなく、病状が悪化した男性の例なども報告されている。インドと同様に十分な医療を受けることができない貧困層が多いため、またホメオパシーが優れた医療であるという認識を持っている者も,も多いため、貧困層などを中心に広く行われている。 上記、イギリスや日本の初団体、及びそれら初団体から支援を受ける団体が活動し、アフリカ諸国に患者の多い抗天性免疫不全症候群や熱帯性の伝染病に対し、ホメオパシーで治り、化学療法やワクチン等は効果がなくむしろ有害などという宣伝活動を行っている。以前からホメオパシーの流行が問題となっており、 2017年2月8日に、ロシア科学アカデミー付属反議事科学委員会は、ホメオパシー治療に、いかなる科学的根拠もなく、無効であるとの覚書を出した。ありがとうございます。